京都迎賓館は京都府京都市に位置する日本の迎賓館。正面玄関京都迎賓館は1994年10月に国立京都迎賓館としてその建設が閣議決定され2005年4月17日に開館した。内閣府のサイトの公式説明によると日本の歴史や文化を象徴する都市である京都において 海外からの品格を心を込めてお迎えし、日本への理解と友好を深めていただくことを目的に建設されたという。立地は江戸時代に沿岸、柳原や串毛家などを複数の公家の邸宅が建っていた京都御苑の敷地の北東部である。建物は洋風の赤坂芸品館とは対照的な和風建築として設計され、南側を、表を、北を、 奥と位置づけ、建物の南半分には会議、階段、晩餐、和風会食、管理等の施設が、北半分には品格の居住、宿泊のための施設が配置されている。開館5発の国賓は、ベトナム社会主義共和国主席のグエンミンチェットだった。2016年4月28日から5月9日に、試験的に一般公開され、 現在では接遇などの利用に差し支えない範囲で公開されている。本建物は2006年に日本建設業連合会主催の第47回 b c s 賞を受賞している。夕映えの間、富士の間、霧の間、樹落の間、玄関前の新の庭、館内の中央、行の庭、品格宿泊室に面する草の庭の3面で構成される。 庭屋一女の現代和風の庭園として、天崎博政の監修により、佐野東江門を当領とする京都の庭柱らにより、作られた。京都芸品館について京都芸品館内閣府。芸品館内閣府。2019年12月21日閲覧。内閣府、京都芸品館の公式ページ、第47回、BCS 賞受賞作品。日本建設業連合会。 2020年6月11日閲覧。夕えの間京都芸品館内閣府。芸品館内閣府。2019年12月21日閲覧。富士の間京都芸品館内閣府。芸品館内閣府。2019年12月21日閲覧。霧の間京都芸品館内閣府。芸品館内閣府。2019年12月21日閲覧。 呪落の間京都芸品館内閣府。芸品館内閣府。2019年12月21日閲覧。16代佐野東右衛門。数々の名庭園を手掛けた伝説の庭師日本 .com。web.archive.org。2019年12月21日閲覧。庭園京都芸品館内閣府。芸品館内閣府。 2019年12月21日閲覧。ありがとうございます。